漁協組合員が毎日2回漁業を日本海から引き上げる漁業共同組合または魚協とは世界の様々な国で漁業に関して特定の活動分野で漁業従事者が資源をプールする共同組合である。漁業共同組合には個々の漁師が取った海産物を販売に関して資源をプールする販売型共同組合と魚類の卵を育てて放流したり、 養魚場を共有したり、海苔採集場を経営したりしする供給型共同組合までを行うものがある。アメリカ合衆国では1936年の漁業共同組合販売法が始まってから多くの漁業共同組合ができている。英国のスコットランドは豊かな漁場に囲まれており、スコティッシュシーズと呼ばれる販売型の漁業共同組合があり、 米国商務省海洋漁業局あるいは国際的な海洋管理協議会が規定する企画にあった海産物をヨーロッパ・アメリカへ輸出している。イングランドでは、零細漁民を対象としたキャッチボックスという漁業共同組合への試みが2014年行われた。インドの漁民は社会的に貧しい人たちが多く、各地に14,620の漁業共同組合があり、 その頂点に1980年で別名で始まった全国漁業協同組合連合がある。秋田港にある秋田県漁業組合本部司法を海に囲まれて漁業が盛んな日本では現在の日本の漁業協同組合は1948年成立の水産業協同組合法から始まっている。ノルウェーでは1926、1928年に 始まった二つの漁業協会から、ノルゲスシルデサルグルラクと呼ばれる、全国で6つある沖合魚類共同組合が1936年に組織されて、そこを通して海産物が販売されている。南アフリカでは2018年から国を挙げて、小規模漁業者用の共同組合の法整備と実際の設立への援助を始めた。ロシアでは、ソビエト連邦時代に、 集団的コルホーズを経験して、その名称は、農業方面ではほぼ放棄されたが、漁業方面では、カムチャツカ地方の1929年に、創立の、レーニン漁業コルホーズが、2019年には90周年を迎える祝賀を盛大に行ったように、健在である。国連関係団体の国際労働機関は、共同組合推進、公用委員会を作り、 2015年9月には、各国向けに持続的な産物を目指した共同組合2030を出しており、日本の産直の運気、北海道の付漁協、沖縄県女村漁協などを例に挙げている。ありがとうございます。